さあ残すところ2人ということになりました。23人目が中野ゆかり、そして大会を締めくくるのが注目のすぐり踏み絵ということになりました。東海フィギュアスケーティングクラブ杉山学園、杉山女学園高校の1年生です。中野ゆかりが出てきました。ご覧のように山田コーチの秘蔵っ子ということで、まあ、伊藤さんも一緒に練習をしているという中野ゆかり、世界ジュニア4位、今回ショートプログラム終わって第4位につけています。曲はカーニバルオーバーデア。さあ最初トリプルルッツダブルトーループ質のいいトリプルルッツジャンプでしたね。はい、伊藤さん中野さんはこのジャンプは、ね、得意にしていましてね。そうですね、トリプルアクセルにも取り組んでましたよね。はい、これが本番で決まるといいんですけど、ここのところ少し試合でミスが続いていたので、ちょっと心配なんですけれども、トリプルフリップダブルトーループ、予定通りコンビネーションジャンプを2つここはつなげて成功しました。2回転サルコーになりました。このスローパートのところ可愛らしく滑りたいのでぜひ皆さんに見てほしいというふうに言っていました。少し苦手なトリプルループ、ループうまくまとめました。はい、まあ、中野自身はこのプログラムのステップを難しくしてきました。なんといっても得意はフリップです、これをきっちり決めたいと言っていましたが、それを決めてきて足を持つスピンでアピールしてみたいんだということも言っています。なかなか手の動かし方もこう柔らかくて綺麗ですね。少しずつ、はい、自分なりの表現がを身につけてきてますね。中盤の難しい種類のトリプルルッツ、これが決まるとちょっと歪んでますけど OK でしょう。はい、ルッツが入ってきました。フラインキャメル、まあ、中野選手も先週ジュニアグランプリファイナルから帰ってきたばかりですからね、ジュニアは3分ですけれども3分半ですけれども、この4分に今週変えてきて、この全日本選手権に臨んでますよね。やはり伊藤さん、この30秒というのは長いでしょうから ね、 そうですね、得意のトリプルフリップ。はい、現在は杉山女学園高校の1年生、全日本ジュニアでは第2位です。ストレートラインステップシークエンス、ダブルトーループ、ダブルアクセル、さあ得意のスピン、スピードもあります。自信を持って滑りました、笑顔。東海フィギュアスケートクラブの中野ゆかりの演技でした。本当にここのところ試合でちょっとミスが続いてたんですね。はい、で、手荷物試験ショートプログラムもノーミス、そしてフリーも今ある自分のものをこう試合でできて、彼女もホッとしてるんじゃないですかね。今の笑顔が物語ってますよ ね、 そうですね。彼女も本当にコツコツと努力型なので、こうできた時はやはりこうやりがいを感じてるんじゃないでしょうかね。はい、
全日本は2度目の出場ということになりました中野。さあ最初のジャンプ、このコンビネーション、トリプルルッツからダブルトーループ。これでいいスタートを切って、今度はこの難しいと言われた後半の、はい、トリプルルッツですね。ちょっと軸が曲がってますか、あのいがみ気味で回転不足なんですけど、ははは、器用ですから降りられますね、なるほどね。さあ中野ゆかりが得点を待ちます。さあもう最終、次のすぐりが大会を締めくくるということで、中野が最終滑走者の一人前ということになります。ソルトレイクシティオリンピックが来年の2月に開かれますが、その代表残す切符1枚をかけます。まあ、あの山田コーチはすでにね、恩田選手の、内定を取ってますので、恩田に続く選手ということになるわけですよね。そうですね、もう本当恩田選手も、はい、中野選手も本当に日頃コツコツと練習を、あの積み重ねてきているのが、恩田選手はオリンピック、うん、そして中野選手はこの全日本選手権で最終グループに残っているということが、あの実を結んでいるんじゃないでしょうかね。さあ中野ゆかりの得点が出ました。テクニカルメリットです。全部5点台 5.0 から 5.4。 ちょっと首をかしげてます。会場のどっかに恩田選手いるんじゃないですかね、今日ね、この演技を見てるとは思います。さあそして表現力、中野がどこに入ってくるか。お、全て5点ということで4位3位2位とつきました。中野が総合で4位に食い込んできました。荒川のトップは変わりません。さあこの後最終滑走者、すぐり文江が登場いたします。